落ちる。イヤーよりは簡単に耳落ちるな。なるほどか。はい、ではね、前タイヤも前ホイールもサンドブラスト当てていきます。花粉症がねちょっとひどくて鼻が詰まります。はい、フロントのブレーキディスクもとりあえずサンドブラスト当ててきれいにしていきます。
買った部品、取り寄せた部品は、エンジンの腰上、主に腰上のオーバーホールですね、バルブシールとピストンリング、あとヘッドガスケットね、でそこら辺分解するんで、それ関係のオーリングやパッキン、ガスケット関係、あと、まあ、4万キロ走っているみたいなので、あれね、クラッチの、クラッチ盤の方、盤の方ね、摩擦材の方、あれを4枚交換します。うん、まあ、ざっくりこんな感じね。ざっくりこんな感じです。で、部品代が1万8000円ぐらいになります。まあ、届いたんでね、とりあえず、あ、ほんでブレーキのね、フロントのあの、ディスクブレーキのあたりをごっそり、パッキン、ダストブーツあたり、あと、マスターの方も、中にごっそり入れ替えます。こんな感じでね、今から、組んでいきます。